生き残り。ここどこだ。これだ。何、堂島組が人言派を。はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。足大丈夫、河原さん。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。おお、河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り。もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。河原さん。河原さんも読めないよな。警察手帳。あの人言派の事件を課長が担当していた。ってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に。間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時神室社の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのね。神室町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。本当、伊達さんは危ない道しか進まないから警察に追われている身だ。バカ言え、今さら後に引けるか。本当に危ない、伊達さんは。お前これからどうするんだ。出た。郷田会長がまだ見つかっていない。これからどうするんだ。龍二を追いかけて関西へ向かう。あ、また蒼天ブリンクか。神室町と蒼天堀を二股かけて、またかけて戦うみたいな感じがいいっすよね。あなたも関西行くのね。ああ。うん。セレナで待ち合わせ。ええ。わかった。桐生さん、ちょっと待ってください。桐生さんでしょ。あ、名前何だったっけ。お前は。たかし。あ、はい。あの、その説はお世話になりました。新しい女。ちょうど1年前、うん、そう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 、俺はサイの花屋の息子
隆を助けてやったことがあった。名前が出てこなかった。隆は後部組の組長の娘京香と真面目に暮らしているはずだった。ねえ隆、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。強化はどうした？あ、これはその、頑張って強化を幸せにするんじゃなかったのか？それは結局半端なままか。なんか理由があるんだ。違うんです、桐生さん、聞いてくださいよ。なんか理由ありげだな。才の花や、ちょっと意地悪したかっただけなんだ。花屋がお前に会うつもりがあるかどうか聞いてやる。お願いします、お願いします。ミレミアタワーへ。定期的に行けそうだね。おい花屋、隆が、あんたの息子が会いたいって言ってるか、どうする？ここへ連れてくるか？だらしねえガキだ。根性がなってね、見損なったぜ。まったく誰に似たんだか。どうするんだ？いや、顔も見たくねえな。父親だろ、会ってやらねえのか？そんな柄じゃねえ、そっか。隆は、あの小僧は、サイの花を探してるんだろう。ああ。だったら情報屋としてならあってもいい。あの小僧を連れてこい。わかった。ん？どうした？あんた本当は父親としても会いたいんじゃねえのか？おい。余計な詮索だ。いいから小僧を早く連れてこい。わかったよ。頑固じじいめ。あれ？ああ、びっくりした。見て？あ、待って。この上か、もしかして。これ入れる？あ、入れる。いけるいける。点検中ってのはただの飾りか。あ、間違った。これ勝手に飛び降りるからさ。じゃあここ定期的に入れるんだ、ミレミアムタワー。いいっすね。よし、コインロッカーの鍵。いや、コインロッカーの鍵があるってことは、まあ、入れるってことですよ。あ、キルさん、どうでしたか？ああ、依頼を受けてくれるそうだ。行くぞ。
はい。サイの花屋だ。あの俺、タカシって言います。ん？前置きはいい。俺を誰だと思ってるんだ。あの、それで、駆け落ちして一緒に暮らしてる女の秘密を知りたいんだ。はい、俺どうしても今日かな。お前さんの理由なんぞどうでもいい。俺は情報を売り、お前は買う。それだけの関係だ。はい。もう一度聞く。お前の女の秘密を知りたいんだな。はい。世の中には知らない方がいいこともある。後悔しないな。はい。どんな結果でも逃げずに受け止めるつもりです。そうか、わかった。あ、多分脅されてんじゃないかなーって思うんだよね、強化。どうなんだろう。一週間前の映像だ。もしもし、私、会ってくれるの？わかった。今なら、たかし出かけてるから、大丈夫。じゃあ、いつものところで。くそ。今日は顔変わった？ホテルですね。ホテル街のところだね。こっちこっち。こっちこっち。うん。もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。お父さんじゃないの？あれ、違う？ね、お父ちゃんだよね。え、違った？違う？お父さん、何度もごめんなさい。うわぁ。あの男、また仕事を辞めたそうだな。うわぁ、マジか。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう、諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。やっぱり龍が如くはね、ありがとう、そういうことはない。お父さん、でも私、たかしのことを信じてる。すごい大人っぽくなったよね。今は悩んでるけど、強化、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。うわ、頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。めっちゃええ子や。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。これを見てタカシはどう思う？今日か、俺は、俺ってやつは情けねえな。おう、いつまでも泣いたってしょうがねえぞ。キルさん、花屋さん、ありがとうございました。俺何度もこんなこと言って信じてもらえるかどうか知らないけど、今度こそ真面目に一生懸命働きます。そして強化に必ず幸せに。言葉だけだったらいくらでも言えるんだよ。行動に移さないと。ああ、分かったから、早く強化のところへ行け。あ、はい。その前に仕事を見つけろ。そして今度こそ逃げるな。はい。そんなざまじゃ親父も泣くぞ。あんた、親父のこと知ってんのか？ん？俺は情報屋だ。何でも知ってる。情報屋なら、親父のこと調べることもできますよね。今どこにいるか、何をしてるのかとか、目の前に生きてるのか、死んでるのか、もう。ああ、俺に調べられないことはね。花屋さん、お願いします。親父のことも調べてください。目の前だよ。お前金持ってるのか？え？情報料だよ。払えるのか？いくらですか？一点無駄だ。今のお前じゃとても払えない額だ。女と二人で不自由なく暮らせるようになったら、
もう一度来い。その時は調べてやる。じゃあ今回の料金は、気流の顔も立てて今日はサービスしてやる。気流には何かと世話になってるからな。ありがとうございます。礼なら気流に言うんだな。気流さん、本当にありがとうございました。早く行け。いい親父っぷりだったぜ。いや、まだ隆行ってないだろ。おい、親父じゃねえ、父親じゃねえ、情報屋として会ったん。金を取らずにか。それ、今日の情報量はお前のツケだ。いいなぁ、キリュウと花屋の関係もいいよな。セーバー、オッケー。ああ。すぐに行く。ちょっと武器の修繕して、セレナに向かいますか。準備を済ませてセレナに行く。体力今どんな感じ？食事どっとくか。いらっしゃいませ。全部くれ。経験値のために。気に入ったぜ。さ、行くか。行くか。ありがとうございました。それでちょっとフォトブキアップ曲、あ、ある。はい。フォトブキアップ曲いましての。なんだよ。わ、わ、勘弁。いらっしゃいませ。あぶれあぶれ。ハラヘイル、アルクス、ハーフ、ロイヤルかな。ライト、わずかに回復可能。わずかにはまあ酔いさまし、まあ酔いさまじゃそんないらんと思うけど、念のため。ありがとうございました。ありがとう、またよろしくね。ですよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。よし。それでダブルショット。どうも、あざっす。遅いわよ。ごめんなさい。どうしたんだ、そんなもん取り出して。マグナム、もう誰も信じられないわ、うん、課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ、うん、ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ、うん、私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。
俺は合田会長を探す。うわ、勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。うん、いいわね。わかった。おお。蒼天堀か。マジで今回のヒロインはあれだね、カオルだね、佐山カオル。はるか全然出てこない。取調室。すまんな、こんなとこしか空いてのうて。まあ話するにはここが一番ええやろ。名前なんだったっけ。で、わしに何の用や。二十数年前、カムロ町で起きた堂島組と神言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいやの。うん、そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と合田陣、堂島大吾の誘拐の一件、神言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でも、まあ待てや、わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで神言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな、何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。神言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの神言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね。なんか言えん事情があるんか。当時神言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。あ、生き残り3人生き残りがいるってことか。そうや、そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。ああ、どうやろうか。教えてください課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。桂馬。名前は。今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。大丈夫佐山。村井を大阪に連れてきたのはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。うん。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めた。けど神言派の掟は生よりも死、復讐戦闘を生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやから赤室町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。
わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。佐山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。ああ。見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。もう。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。頭下げた。一つ聞きたいことがある。なんや？河原さんの発砲事件を知ってるな。うん。堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか？うん。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のこと頼んだで。自分の身もあるけえな。なんか久しぶりだな、蒼天堀。あいつ今頃何してるんだ。ちょっと探してみるか。佐山を探す。そしてサブストーリーがある。おい、あんた桐生一馬さんやな。ええ。ああそうだが、一つ頼みがあるんや。頼み？いきなりな話で悪いんやが、俺らと柔道をやってもらえないやろか。お？柔道？何を言ってる。大体お前らは何なんや。何なんだ。これは申し遅れた。俺は犬塚って言います。こう見えても関西の熊と言われとる。マニチュア柔道界じゃ名の知れた男ですね。ここにいる連中も全員西の柔道界ではそれなりに有名なホープでして。聞いたことくらいあるやろ。いや、何歳でいる。聞いたことねえな。狂犬なら聞いたことあるけど、犬やない熊や。関西の熊知らねえな。そうですか。いいから先を話せ。へい。はい。そんでそんなわしらに桐生一馬っちゅう男と投げ勝負をせえっちゅう依頼が来まして、したんや。わしどもにか依頼。誰かにも。それがえらい金持ってる同じ高校の学生ですね。河内っちゅう男なんですけど、知ってはりますか？知らない男だな。というかお前ら高校生だったのか。そっち驚くんですか。まあそれで高校生にしては老けすぎじゃないか。それでこうしてお願いにあんたと勝負さえすれば一人10万円もらえることになってますんや。お？柔道をするだけで10万だ。あ、柔道言うても普通の柔道とちょい違います。まあなんというか喧嘩の投げ合いですわ。投げ？なんで投げ合いなんだ。それはカウチから言われただけなんで俺らもようわからんんです。どうにも気乗りしねえ話だな。俺には関係ねえし、理由もない奴とやり合う趣味はない。わしらには理由があるんです。あんたと勝負せな。
中なん取り逃げしてしまう知らん。あそれにカウジがやつ言ってましたわ。これは小牧流への復讐なんやって。小牧流への復讐だ。なぜここで小牧流が出てくる。しかも復讐とは穏やかじゃねえな。とにかく頼んますわ。わしらと勝負してくだして慕ってください。勝負しよう。いまいち気が乗らねえが、小牧流への復讐ってのも気になるな。仕方ない、付き合ってやろう。だが手加減はできねえぜ。ですね。上がってます。全力で来たってください。ほな行くで。これ普通にバトルすればいいよ。待って、四角ボタン使え。なんで？ちょっと待ってください。なんで四角ボタン使えへんの？いや、丸ボタンしか効かない。なんで？あれ、重視機もダメだ。それしか使ってない。ちょっと待ってください。まだやるか。コントローラー効きまへんわ。いや必要あらへん。これで10万もらえるはずやし、もうええですわ。そうかほな俺らはこの辺で失礼します。ちょっとコントローラーが。さすが小牧流継承者桐生一馬さんですね。男子高校生。誰だお前は。私川内しそと申します。川内、犬塚が言っていた男か。はい、そうです。先ほどはすいませんでした。あなたの力を強引に試させてもらいました。しかし全国大会レベルの猛者を軽々と投げるとは、やはりあなたは最強の男だ。お前何者なんだ。実は私、川内流と呼ばれる古武術。ああ、早期に生まれたものです。桐生さんに、伝承された、関東最強の古流武術と走破をなす関西最強の小牧古流が分からんもん。そんな男は俺になんのよ。はい、昨年あの小牧氏が桐生一馬という男にその秘術を伝承されたという噂が大阪まで広まってきました。その後、その桐生一馬の動向を私たち川内区の人間は調べていました。ちょっと待て、俺は確かに桐生だが、小牧のじいさんから継承なんて受けていない。いえ、あなたがそう思っていても周りはそう思っていない。あなたはあの小牧さんが唯一奥義まで教えた弟子なのですから。お前らは小牧流の看板を破るために俺を狙っているのか。いえ、そうではありません。実は倒してほしい人がいるんです。倒してほしい男、私の兄宗家の川内流第三世当主。ああ、お前の兄貴を。はあ、はい、実は兄は、呪術強い相手を投げることが生きがいに
の人間に変わってしまったのです。読めない漢字をちょっとすいません飛ばしますね。そして半月前、兄はカムロ町に向かっていきました。まさか。はい。桐生一馬、あなたを倒すためです。私は兄弟として、こんな形で呪術に取り憑かれる兄の姿を見ていられないのです。かつてまっすぐに呪術と向き合い、強さを磨いていた頃の兄に戻ってほしい。どうにか、桐生さんの力で兄の目を覚ませて、させてやってもらえないでしょうか。お願いします。にわかには信じがたい話だが、要はお前の兄貴は目的のために我を忘れてしまっているということだ。まあ事情は分かった。しかし兄を、お前の兄に会うにはどうすればいいんだ。兄は桐生と差しで戦える場所を見つけたと言っていました。確か裏なんとか、いや地下がどうか、あ裏闘技場だ。地下闘技場か。言ってました。詳細わかりません。地下。まさか闘技場か。では、カムロ町に行ったら、お前の兄を探してみよう。あ、ありがとうございます。兄を、よろしくお願いします。ああ。すいません、漢字弱者で。ここでは十字キー使えるんだよ。ちょっと待って、バトルしてみようか。あれ、あ、そういうことか。わかった。バグとかじゃなくて、投げ技だけなんだ。さっきのサブスク。投げ技しか使っちゃダメよ、みたいな。そういうことか。すいません、コントローラーが悪いんじゃなくてゲームの事情だったわ。投げ技しか使えませんよ。サブが、3箇所、うわめっちゃあったなあ。ちょっとええか、あんたその筋もんやろ、その筋のもんやろ。ちょっと聞きたいことがあるやんけど。俺か。ああちょっと教えてくれや。あ、何の情報や。なんで。お、なんだそれは。武器が欲しいんや。金は積むさかい。知らないと言ってるだろう。そのうわっていう武器は何。何知らんのかい。何もあらへんや、忘れてくれや。なんだあいつ、橋の下の方に行ったら、ちょっと話を詳しく聞いてみるか。立つって読むのかな。おいおいおい、おっさん、立つについて知ってることを教えろや。立つ、何のことかの。おい、真か立つ、どっちかやな。おいお前、さっきからその真ってのは何なんだ。あ、さっきの兄ちゃんかいな。忘れてくれ言うたやろ。お前から話しかけてきたんだろ。しつこいの、忘れてくれや。こっちはなかなか情報が集まらんで、むしゃくしゃしとんねや。あんま視聴者乗っとったら、いてまうと。それに勝ったら、教えてくれるのか。あ、じゃあしや。もう後悔しても遅いで。チキンピラ。武器やってことは、蒼天堀の武器やってことだよな。ってことは修繕とかしてくれるんやろか。はあ、なんちゅう強さや。わかったわ。俺から聞いたって言うたらあかんで、ね。聞いた話やけど、シンっていう、なんでも屋があるらしいんや。何でも人見境お断りしてる店らしいわ。なんや、特殊の武器を扱ってるらしく、そこでしか手に入らないもんもあるらしいわ。ほんでどうも真はこの辺にあるらしいんや。俺が知ってんのはこれくらいや。
ほな、俺は失礼するで。進化立つ、どっちか。お前さ、えらい強んねんな。ん？なんだ？あの若い者にはこっち迷惑しとったんや。最近この辺で真についてえらい嗅ぎ回っててな。わしも脅迫まがいなことされとったんや。お礼と言ってはなんやが、お前さんにやったら真について知ってるやつを紹介したるわ。知ってたのか、すまないな。こっちか。自社モンテだったっけ、なんたら社モンテだな。読めなかったからちょっとごまかしてスルーしたわ、ごめん。コインロッカーの鍵の音。蒼天堀のロッカーキーもね、開けたいな。すみません、私のこと知ってたりしませんか。記憶を失った男。知らんな。誰だお前は。知らねえな。はあ、そうですよね。突然すいません。どれにしよう。何かあったのか。実は私、先ほどそこで転んでしもうたみたいで、当たりどころか悪かったんか、それ以前の記憶をなくしてもうたんです。それでここら辺の私のことを知ってる人がおらんかと探しとって。そうなのか、すまないが初対面だと思うぞ。俺も知らない。そうですか。でも確か今すぐとても大切なことをせなあかんかった気がするんです。なんとかして思い出したいんですが、どうすれば記憶が戻ると思いますか。そうだな、病院に行った方がいいんじゃないか。確かにそれはそうなんですが、何も身元が分かるもうあらへんし、保険証を持ってへんみたいなんです。それに今すぐ思い出さんとあかん気がするんです。何かすぐ思い出せる方法はないんですかね。そうなのか。じゃあ例えばなんだが、俺が衝撃を与えたら記憶が戻るんじゃねえかな、なんてな。なるほど、それは A ですわ。手っ取り早いですし。おいおい、今のは冗談だったんだが、それより何か思い出す手がかりになるような持ち物とかないのか。確かに探してみます。ポケットにメモ、なんて書いてあるんだ。あ、これ1000万今日までって書いてありますわ。うわ、全然思い出せへんけど、宝くじとか受け取りが今日までとか、そういうことちゃいますかね。どうとも限るんだろう。しかし急がなければならないのは確かだよ。早く思い出さな。やっぱり記憶が戻るような衝撃を与えていただくことが早くていいと思います。兄さん、お願いできひんでしょうか。もちろん怪我とかしても訴えたりはしませんよって。おい、正気か。仕方ない、協力しよう。仕方ねえな、協力してやる。だが本当にいいのか、どうなっても知らんぞ。ありがとうございます。ではこれはさ先にお礼渡しときますが、ささやかですが先にお礼を渡しときますわ。2万円。何か体にビビって電気走るような衝撃を受ければ思い出せるような気がします。ではお願いします。体に電気走るような衝撃か。わかった。こんなんなんかあったんじゃないですか、セブンで。すごい引き飛んだ。記憶を取り戻してあげよう。おっと、何やってるんですか。これじゃ痛いだけじゃないですか。ちゃんと記憶を戻るような衝撃を与えてくださいよ。ああ、どないしよう。先ほどはどうも失礼いたしました。私の記憶を取り戻すためにもう一度私を殴っていただけませんでしょうか。再度協力。電気が走るような衝撃、
あ、これじゃダメ。痛いだけじゃないですか。スタンガン。ビリビリくるやつ、なんか持ってなかったこれ。これ。手加減はいらねえぞ。これじゃダメ。いや、すまずい。あるわ。わかったわかった。わかったわかった。あ、すごいスタンガンみたいなのあったわ。あ、いいのあるじゃん。これ。こういうことでしょ。記憶は戻ったか。思い出した。思い出したね。せや、俺は、ある男を今日までに殺せば、1000万報酬が出るんやった。ん？なに？その男は、お前じゃ、キリュウカズマ！だる。なんやねん、お前。キルさん舐めたらあかんで。いや、すまさい。おやもち。あれ、私はなぜこんなところ、あ、何か大切なもののことを忘れているような。すいません、私のことを知ってたりしませんか。いや、いや、初対面だ。そうですか、突然すみませんでした。何やったかな、何、近江連合の人間とか、なんで桐生一馬の命狙ってんの。有名人だね、桐生さん。